テリーとジェシカの二人ごありがと、とう。ここんにちは。んにちジェシカさは。はん、第2回目い。です。第22回回目で目。す。よろはしい、く2お願い回目しです。まよろす。しくお願いします。お願いします。じゃあ、前回に引き続いて、ちょっとジェシカさん、また日本のことを教えてほしいんですけど、改まって。はい。今年正月、どうされてました？ああ、正月はですね、結婚していて、主人の実家が、皆さん毎年集まるようにして、その1日の日に、実家に。実家に集まります。なので、そのため、食事を、大体午前中、朝から挨拶、新年の挨拶でみんな集まって、新年の挨拶して食事をするんですけど、その食事が今年はね、約25名、私を含め大所て、帯だね。はい、なので、前の日から、長男の奥さん、主人の方は次男なんで、一番、あと末っ子、5人兄弟の末っ子で、なので、その分の皆さんが、の子供とか孫とかいろいろ来るので、食事を用意して、私は掃除が好きなんで、お掃除担当させていただいてますので、食事の調理しながらお掃除したりしてます、前のす日ごに。いな。25人って。そうなんですよね、割今の日と。本じゃなかなか珍しいんじゃないですか？そうです、そうです。そうなんですよね。なので、でも上に、長男、長女で、そのさらに双子のお姉さんがいて、だから双子いっぺんにね、子供5人育てるのもすごい大変だなと思うけど、にぎやかです。一応私も3人兄弟で、そんなに、なんて言うんですかね、親戚バンバン集まる、ことには慣れていなかったんですよね、最初は。なので、はい、驚きでした。いや、そうですよね。それ、前日から作ってとか言ってましたけど、なんだ、日本で言うと、初詣じゃないけど、そういうのも言ったんですか？今回はおせちを注文をして、逆に他に、お汁とか、おかずとか、その辺の、準備はしました。なので、最近はおせちを、お注せ文ちすをるつく。ことには、そうなんですよね。注文すまあるでこもとにね。なったので。で、神社とかは行かなかった。神社？お寺？神社は、そうですね。大体、その新年の挨拶が終わってからみんな食事をして、天気、多分その日は、すっごく、風が冷たくて、そのまんま初詣行く気にもならない。大な体らな皆さんお酒も飲んでて眠くなるので、ちょっとね、疲れてたんですよ。なので、次の日を、初詣、神社を、行きました。家族と。それがもう自分の家族と。なので、なるほど。囚人と子供3人で、はい、初詣行きました。その時は近大く宮。の。そうですお宮ね。に。場所がバレちゃうとあれですから、あんまりあれですけでど。も全然もうテレビで散々、住あ、言ってんんの？でる場所も取り上げてますんで、はい。大丈夫です、大丈夫です。お子さんにはお年玉とかあげたりしてるんですか？そうですね。その親戚の集まったとこで、こう、大ね、変だ、そりおゃ。金の回しっていう私が言ってるんですけどね、あれに入れて皆さんにこういただくから、そのままこう人にあげる お金の、ぐるぐるね、回っでてるも、だけだからね。はい、でもそれ、お年玉ですよね、やってます。ニュージーランドってそういうのはないんですよね。僕知らないだけニかな。ュージーあるの？ランドは、自分の子供の頃は、ちょっと変わってきたかもしれないけど、お葬式とか、誕生日とか、結婚式とか、そういう、のは、あんまり、失礼として取られる、考えてないで、お金だけカードに挟んで、
あげるのも、なんか、その時あんまりなかったけど、少しずつ、まあ、結婚式の時とか、お年玉はないですね。でおも、年誕玉生は日ないは、よね。そうですね、ギフトカードとかは、でも、ああ、そうお正か。月おめでとうでお年玉のはなかなか、クリスマスかな？あ、そうだね、そうだ。クリスマス代わりだ。に、そうですね、そういうようなギフトカードとか、子供が大きくなると何だろう ?$10 とか $20 とか、クリスマスカードに挟んでるのがたまにいただいたりしてますので、まあ、どっちかっていうか、お年玉に近いかな。なるほど。なるほそうど。ですね。で、ニュージーランドは何か、前の日31と、まあ、1日、まあ、もちろん夏なので、何かしら、こう、どう過ごしましたかな。なんか面白いことにしましたか。寝て僕たはんですね、ご存知の通り、インドア派なんで、どこにも出かけないんですけど、たか。ああ、そう、ま、インドは何でそうしそうた。そう、もう出かけたくない、どこにも。ああ、そうですそう。ね。でも去年は、うちのスタッフが日本から遊びに来てたから、ああ、そっか。スカイタワーのカウントああ、ダウンとか、そうそう花火そうでそうすそね。う、ああ、素敵素敵。あれは見に行きましたね。でも結構人がすごいですよね。見に行大く人。渋滞。もうすごかった。そうなんですよ。一回そこは行ったことがあって、大学の頃に車でぐるぐる、やっぱ止まるとこ全くなくそう。て、そうそう結局そぐるぐるしながら31がこう年越しにして、う。こう、なんかもう運転しながら、もうスカイツリー、スカイね。タワー、スカイタワーの花火を見てて、うん、なんかね、苦労したことがあって、そう結そう構人そう。がすごいですよね。いや、本当、僕も前回、その時、全然車止められなくて、そうですよね。ポンスンビまで行って、ポンスンビってちょっと上に上がってるじゃないですか。そうですね、はい。だから、あそこ、あの、お、上のところからスカイタワーギリギリ見えたんで、ポンあ、スン素ビに敵。止めて、スカイタワー見たみたいな感じでああ、した。それはもうすごいですね。しポょうンがソないンかビら。に止められるのもなかなか、もうそうそうそう CBD にそ近いとこがもう多分う。もうパンパンで、そうであすとあれね。ですよね、なんかクラブ入るのに予約が必要とえ？か、すごい追加料ええ。金されるとか、そういうお店、何、レストランでわざわざこう予約を取って年越しをする方がオークランドに行ったんですが、こう、料金が高くなるので、なんかもう大変ですよね。花火見たい人だけ。その料金で話だと、多分ね、ジェシカさん知らないと思うけど、めちゃめちゃ今、ニュージーランド、値上がってて、いろんなのが。いやー、そうもう、ですすよ、もごい。だっう。て、マックのあの、普通にマック買うと、ハンバーガーと、ジュースと、ポテト、3点セットじゃないですか。あれが多分ね、16ドルぐらいですよ。そそれう。そう。が何でも円のすごい安いん今、じゃない円です安い。めっちゃ安い。か。だから、日本から来たらめっちゃ高いと思いますよ。そうなんだよ1400ね。円ですよ、だから。ハンバーガーそセッれト。は、じゃあ、ツーリズムビジネスには結構そこが、そうか、そう、すっニュージごいーラン高い、ド本当に。住むとだ、じゃあもう家賃も、もう、すべてが値上げというか。めっちゃ高い。いや。最低時給が今2600円。3ドルだか4ドルだか。上がってますね。めちゃめちゃ上がってる。東京の最低時給が1000円とかじゃないですか。よくわそうかっでてすないけど。ね。そうですよそね。うですよね。上げてほしいんですけどね。それそう。はもう大変だな。大変。帰ってきたとこは、とにかく、こう、何、タバコの値段に驚きで、ワンパックでこんな、あれ？こんなしたんだっけ？ 20、18ドルとか、なんかすっごいバカらしい。まあ、日そ本と比べると、ものすごい高くて、う。だっ私、て、すまないんですけ多ど、分まあ、30ドルとかしてるんですよ。いワンパック。やー、びっくりした。3000円ですよ。20本が。すごい。うわ。
それは、まあでもその割とこう、一パックのタックスの分が多くて、そこが政府に行くっていう、そうそうそう。もうちょっだとからその辺、日本と違うんですよタね。バコを、排除、前から排除だったじゃないですか、ニュージーランドって。タバコは吸わせないみたいな感じ。そあ、れが、そうです、言ってたよそうね。そうそう。だからそれが進んで、もうぜ、えっと、もうなんか確かな数字忘れちゃいましたけど、何年かには、タバコも販売禁止っていうか、タバコを吸っちゃいけないことになるんで、今の何、未成年の何歳かの未成年は、一生タバコが吸えない年齢になるらしいです。すごくないですか？そう。すごいですよね。いやー、すごいすごい。っていうのは多分その、なんて言うんですかね。死亡率、その死亡関係のなんでいなくなれるっていうか、こう、肺がんとか、その辺、口がんとか、その辺が、こう、だいぶ減っていくんじゃないですかね、今後。まあ、いやー、環境をね、保全っていうのはニュージーランド大好きなキーワードだから そうですよね。そうですよね。そうそうそう。そういう方向ですよ。本当に。面白い。いや、そこはぜひ、今度、こう、詳しく、こう、医療も特に、その、日本とニュージーランドの違いがあ、いい気でにすなってね。て、ね、確かに、医療って日本とだいぶ違うから、その辺、そう。ぜおひぜ互いひ、調べこう、て、ワンエピソードを確ね、かに。集中確的なかに。話ができれば。難しい話だから、ちょっと僕、事前に調べとかないとあれだけど、それやりまし私ょもそうですけど、う。まあ、軽くでいいと思いますけど、軽くでいいこう、けどね。ね。いやー、でもまあ、戻っていくと、じゃあ、ニュージーランドのお正月っていうのは夏で、こう、暖かく過ごすのも、なんかもう、やはり日本のお正月で真冬が普通になってしまって、本当、そういう感覚になってるんだ。どういへえ。う過ごす方、まあ、クリスマスね、よく、覚えているんですが、正月なんだっけなっていうか、大学時代で正月を過ごすと結構お友達と遊ぶことが多かったんですよね、ニュージーランドでは。で、日本はやはり家族っていう親戚と過ごすこあ、とが本一般当。的で、なんか割とお正月の過ごし方ってだいぶ違いますよね。そう。確かニュージーランドで、でも正月ってニュージーランド何もないじゃないですか。遊ぶもの何もないし。別にディスってるわけ何？じゃない。お店閉まっちゃう？そう、お店閉まっちゃうし。1日だけかな？ 2 日からそう、ものによってだね。1日、2日は大抵閉まってますね。3日から空いてる。おお、それはつらいな。だからみんなビーチに行って、のんびり過ごすとか、そんな感じですよね。ああ、ニュージーランそうドでだすと。か。まあ、夏休みですよね。そうか。い子供やー、たち平は和ですね。ね。そういいでそうすそう。ね。いあ、でもなんやか、お外で飲んじゃいけないんだっけ？ニュージーラそンドは、う。飲んじゃいニュけージーラない。ンド飲んじゃいけないんですよね。日本は逆に、外で逆飲に。んで OK そう。ですよね。そ日こ本ははテレビね、で話せたことあるんですあ、よ。本当。そうそう。だって、ビーチもダメだし、公園もダメだし、多分路上でもダメなはず。ニュージーランド。お酒そうでは。すよね。割とそこが、逆に日本はその辺自由で、まあ、不思議ですよね。本当不思議ですよね。でも、日本もなんか、夏の、湘南のビーチとか、帰省してるとか、逗子だったかどうか帰省してるっていう話聞いちょって、とね、お騒ぎになりますよね、毎年。まあ、でも海に入ってビールは飲みたいですけどね。その若者の気持ちもわからないでもないけど。あれですか？なんだっけ？海のそばにね、お店が、一時的にね、始まるので、まあ、ビジネ日ス本は的なね。目的でもあるかなと思います。そうそっか考えそっると日か。本とニュージーランドに似てるようで似てないですね。いろんそうななとんでこすろが。よ。もう、だからそういうとこがね、温泉やら、たくさんあるんですけど、ちょっとした違いで、確かに。が面白いんですよ。面なので、白い。こう、皆さん、なんかピンとこないことが多くて、
でもまあ一つ一つのテーマに沿って話せば、あ、そういえばこれも面白いななんていうのは出てくるので、どんどん私のネタがいっぱい増えるので嬉しいです。テレビで話せるネタ。これめっちゃいいじゃないですかね。僕もいろんなの新鮮だわ、日本で。日本もやっぱ離れちゃうとこんだけ忘れちゃうなと思ってて。同じですね。ね。それを言うのをうん。恥ずかしいんですよね。ちょっとニュージーランド人として、ほら、あんまり自分の国はね、離れると、こう最新情報とかが分かんない、聞かない、あんまり聞かないし、ニュースは見てますけどね。ね、お、おお、じゃあこのポッドキャストを通じてエクスチェンジしていきましょね、お願いしう。まやっす。たー。 じゃあ今回はこんな感じで終わりましょうかね。また来週お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。また、じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。